19の学生です。男性のファッションセンスって気にする、気にしない？気にします。理由を教えてもらっていいですか？理由、隣に連れて歩きたくない人は歩きたくないですね。シンプルな服装の人なら何でもいいと思います。21のパートです。気にします。やっぱ隣にいて恥ずかしくない人。好み、はい、今の季節だったら白ニットに黒スキニーのコートみたいな、長いロングのコートみたいな感じがいいかな。18歳高校生です。自分好みであれば大丈夫だけど、自分の好みじゃなかったら好きじゃない。ちなみに好みはどんなファッションですか？古着系。嫌いなファッションはチャラチャラしてて、アクセサリーとかいっぱいつけてる、なんかホスト系が嫌だ。嫌だ。17歳高校生です。少し気にしますね。シンプルでそんな飾ってない人がいい。嫌いなファッション、自分に似合ってればそれでいいんですけど、なんかあんまチャラいの嫌ですね。やっぱりちょっとチャラチャラしてるのちょっと苦手。21のサービス業です。男性のファッションセンスって気にしますか、気にしないですか、どっちですか？多少は気にしますかね。ちなみにどんな感じだといいとかありますか？普通にシンプルでいいです。ジーンズに T シャツで、全然シンプルで。チェスターコートとか着てたらちょっと大人っぽいかなと思いますけど。21の会社員です。気にします。おしゃれなだけでよく見える。見た目ってか雰囲気。19歳で販売員です。気にします。ストリート系が好きです。19歳で販売員です。気にしますね。やっぱ気にします。今まで学生だったんですけど、その時制服だったんですよ。でもデートしようってなった時に、デートしたのみんなダサくて、もうみんな別れました。やっぱ大事ですね。ファッションは性格って言いますけど、やっぱりなんだかんだファッション大事ですね。